私の大好きなハリーストーンのジュエリーの紹介をしたいと思います。本日は特別にカジャビジュというジュエリーブランドのデザイナーの水島恵子さんにも来ていただいてます。ありがとうございます。よろしくお願いします。まず私が一番最初に買ったハリー・ウィストンを、うん、のネックレスを紹介したいと思います。ファーストハリー、はい、これよね。はい。これこちらシンプルなペアシェイプ。そう、涙みたいな。うん、ペアシェイプのダイヤモンドよね。すごい。これが一番最初に買ったハリー・ウィストン。そう、いくつぐらいの時？これは23か4ぐらいかな。23、4の時に、うん、へえ、すごい。でもさ、ハリーってなんかキングオブダイヤモンドって言われてるだけあって、うんうんうん、やっぱり違うよね。違う。もうなんかダイヤの輝きが全然違いますよね。私ダイヤとか詳しくないんですけど、でもわかる、見てて、うん、ね。なんかほら、毎年さ、あのハリーのクリスマスパーティー行ってるやん、うん、あ、そうですね、うん。え、本庄、この赤いドレス着た日につけてたのってどれ？これクッションカットのダイヤモンドを赤いドレスに合わせてつけたのね、はい、第2回目ニューヨークに行った時につけたのはこれ。おお、紹介して。そう、なんかハリー・ウィストンのニューヨークのパーティーに本店の、ね、はい、呼んでもらった時につけたのはこれですね。それとピアスはすごいね。多分これが派手やからピアスは一粒ダイヤとかにしたと思う、うん、今つけてる、今つけてる、でもちょっと手に取っていい、うん、すごよいしょ。ハリー・ウィストンってニューヨークが本店じゃないですか、ね、うんうん、めっちゃ素敵やった。本当にキングオブダイヤモンド、ハリー、さすがです。これお花のダイヤモンドやね。可愛くない？これマーキスもついてて、それ左右あるよね。そうそう、長い方が内側。だからこれ一気に買うんじゃなくて、うん、これをもらった後にお揃いのこれをまた来年もらうとかでやっと一緒につけれるとか。なるほどね、うん、そうそうそう、こっち、うん、こっちで、うん、すごいね、素敵。サファイアもどう？このサファイア、ね、すごい変わってる、変わってるというか、なんかハリっぽくないですよね。なんかみんな、うん、そうそう、みんななんかやっぱりダイヤモンドにするけど、ね、このカラーサファイア、うんうん、色石もすごい可愛いんですよ。なんか大人っぽいよね、うん、本当に金。でもこういうのってずっと受け継がれるっていうかね、娘ちゃんたちもね、すべてね、本当、うん、何年何十年何百年と受け継がれているもんね。うん、ですよね。じゃあそのカラーで言ったこのルビーとイエローダイヤモンドも、そうですね、このシリーズもすごく、うんうん、かわいい。これ華奢でかわいいね。華奢でかわいい。じゃあ次、うん、これ、あ、それね、バレッタ。バレッタ、なんかバレッタって珍しくない？あのブローチと思いきや、うん、髪飾りってことよね。そうそうそう、これ、ね、これリリー・クラスターのシリーズ多分似てますよ ね、うん、ね、リリー・クラスターシリーズのバレッタなのかな、うんうん、すごい。これどういう時に使うの？
これはあの着物とかの髪留めに。髪留めにね、うん、普段こんな風にここにしたらあかんの？あ、それはしない着やすくできるよね。しかも止まらないんですよね。引っ掛けがない。引っ掛けがないから ここにまたピン。おしゃれ。髪留めまで行くってちょっと、そう、バレッタまで行くってね、うん、本当のハリー・ウィストンを愛してるからこそ選べるアイテムもね、うん、でもじゃあ最後、私が今一番びっくりしたのはこれなんですけど、これめちゃくちゃ可愛いんですけど、ね、何これ、紹介して。ピンクトルマリン、ピンクトルマリンが中に入ってて周りはピンクサファイア。かわいい、めちゃくちゃなんか涼しげで、ね、これこそつけてみてほしい。なんかこれは一点物らしいです。世界に、うん、多分で7キャラ。なんかね、やっぱトルマリンのこの透明感の美しさと、うん、このなんかただのピンクじゃないよね、このトルマリンのピンクって、うんうんうん、なんかちょっと俺血がかってるような気もするけど、すごく綺麗、面白い。なんか大きいけど可愛くない、うん、かわいい、優しい、若々しさも、うん、めちゃめちゃ可愛い、ね、でもなんかこれも大きいんで、うん、普段ではないかな、ドレス、うん、うん。今日はありがとうございましたありがとうございました。目の保養ができてよかったです。ありがとうございます。それではバイバイ。チャンネル登録お願いします。